はお元気でいらっしゃいますか。私はもう世田谷にずいぶん長く32年も住んでるんでございますのよ。今日は風は世田谷区民レポーターとしてこの私が務めさせていただきますから、よろしくお願いいたしますね。で、今日のテーマはこれです。そうです、ちんちん電車または玉電、正確に申しますと東急世田谷線って言うんですよ。それでは私今日はこのカメラで私がですね、玉電のある風景を皆様にパチパチ撮りながらお見せしたいと思います。ではこれから出発します。いざ進行、レッツゴー。東急世田谷線は下高井戸と三軒茶屋を結ぶ世田谷区内の 5.1km を走ります。駅の数は全部で10、終点まで乗ってもおよそ16分というミニミニ電車です。まずは下高井戸の次の駅、松原までやってまいりました。私も玉電大好きですけれども、上には上がいるもんですね。ちょっとあれご覧になっていただけない？上坊さん、はい、これまた上坊さんの持ってらっしゃるマンションでしょ。そうです。これ何ですか、それ箱。これはですね、貨車の払い下げに出した品なんです。貨車の一番最後についてるやつ。そうです。こんなに綺麗じゃないですよね。もっと真っ黒でしたの、真っ黒系でですね、普段はちょっと目立たないんですけども、はい、この中に車掌さんが一人勤務でやりまして、はい、まあ、とっても、まあ、峠道とかトンネルの中とか寂しいところは夜も走ってられたと思うんですよ。ですから私も記念にですね、ぜひと思って、今もう日本の本州はこれ全廃になりました。いやー、じゃあ宝物ですね。そうですね、おかげさまで。あ、上坊さんのおっしゃること聞いてると本当に愛情がありますね、電車に対して。あら、これ都電でしょ。これ都電、これ都電どうしたんですか。これ車庫長から1台どうだって言われたんですよ。あら、ところが1台庭入れたいって言いましたらね、家内が猛反対しましてね、近所に恥ずかしいからやめてくれってんで、じゃあ運転台だけでも記念に置いたらどうだって言われまして、クレーン車で、これ持ってきたんです。半分に切って、まあ半分のちょっと前の方だけですけど。奥様これつけた時に何とおっしゃいました。もう反対。しばらくの間つけちゃった後も、今でも今でも二十何年間も、まだもうブーブー言ってますよ。いやいやいや、そら大変でらっしゃいましたね。それではぜひとも記念にあれを撮らせていただき、どうぞ。みんなに愛されている世田谷線、開通したのは大正14年1925年のことです。当時は玉川電気鉄道と呼ばれていました。ちょうどその頃、この松原に当時人気の画家竹久夢二が住んでいました。あのその頃はアカシアの林でね、随分うそと荒れてました。でもね、もっと前にはね、この道の前をね、ファンの邪悪船がね通ってね、なんだか懐かしいですね。そんなは竹下イメージは私たちよりもうちょっと前の方のが不安だったんです。でもね、家もよく知ってますしね、今でもねデパートでイメージのね展覧会なんかにありますと見に行きますよ。やっぱりね、昔のね、なんて言いますか、叙情的なね、あれが懐かしいですわね。よし、あ、取れました。ここは小田急線の豪徳寺と、それからこの玉電の山下の交差しているところですね。歴史的な場所です。実はこの山下でぜひ皆様にご案内したい店があるんです。参りましょう。ここなんです。ここ
あのね、今の山下の駅から歩いて本当2、30歩、ほんの2、30歩歩いたらもうここ、ここが安くて美味しい甘いもの屋さん。私ちょっと申し訳ないけどおやつにさせていただきたいと思う。ちょっとこれから行ってきます。うわー、この階段、あら、この階段はかなり昔の階段で、あれ満員みたいですね。すいません、ここ一つ空いてるのいいですか。すいません、お邪魔。あ、なんか美味しそうなの食べてますね。何それ。氷しるこ、すいません、ほんと塩味を聞いて、あ、じゃあ、あの、すいません、氷しるこ、氷しるこ一つください。あの、すいません、ご主人ですか。そうです。これ何年ぐらいここでやってらっしゃるの。42年になりますね。42年。昭和21年からですから。終戦直後じゃないですか。そのまんまの感じですね、これ。なんかお宅はなんか全部手作りだって評判なんで今日伺ったんだけど。まあね、な、例えばどういうものを手作りでらっしゃるの。なんか、いや、なんか、シロップも手作り。そう、全部。まあ、それだ。いやいやいや、じゃあお餅も手作りの餅ですか。小豆も生か。小豆も生。いや、びっくりした。私は大の甘党ですけども、ここのお店は知らなかった。はっ、あー、ま、ちょっとじゃ頂戴して。もうこれが嬉しくて嬉しくて、こうやってここ押すのがね。うん、うん、これ中、うん、これ白玉じゃなくてお餅入ってるんですか。お宅は。昔は白玉だったんです。いやいやいや、あら、うん、お餅に塩気がついてて、うまい。うん、うん、柔らかいですよ。来ます、今度ここへ来ますか。これいくらですか。1個150円。うん、男連れてきましょう今度。ここは山下の次の駅、宮の坂です。実は私の家はここで降りるんですね。ここですぐなんです。歩いてすぐもう見えるくらいです、私の家は。あの、実はね、ここの宮の坂の駅が大きく変わろうとしてるんですって。それで、それはなぜであるか、つまり世田谷区がですね、この界隈づくりというんですか、この駅をどういうふうにここ変えたらいいだろうかという界隈づくりというのを募集したんです。そうしましたらいろんな方が応募いたしまして、で、中でも実は主婦の方たちが区長賞というのを取りになったというぐらい素晴らしいアイデアをお出しになったグループが終わりになりまして、今日はその方にここのホームへ来ていただいておりますので、詳しく伺いたいと思います。まあ、お熱いところ、どうも今日はありがとうございました。世田谷区がですね、この宮の坂の駅、どういうふうな界隈づくりをしたかったんでしょう。区はですね、シルバーセンターを中に収めた地区会館を作って、はあ、合わせてこの辺り一帯の界隈づくりをしようということを計画したらんですね。ああ、そうですか。それで皆さん応募なすったわけでしょ。それで結局、まあ、区民賞を主婦の方がおもらいになったわけで、どういうアイデアを出したんでしょう。アイデア、あの、ここに豊かな緑をそのまま生かすということで、まあ、お花畑のある地区会館であるとか、動物の飼える地区会館であるとか、私たちの夢を託しました。あ、動物の飼える、はい、じゃあそれが着々とこれから具体的になりつつ、希望です。そうですね、なりつつあるわけですか、はい。皆さんで7、8人の主婦の方、今日今これ5人いらっしゃるんですけど、もっと大勢、12、3人ぐらい。そうですね、それぐらいはいらっしゃると思います。そうですか、はい、どうもありがとうございました。まあね、私の家がすぐそこにあるって、この懐かしいこの宮の坂の駅がどんな風に街づくりで、界隈づくりで素敵になるのか、もう楽しみです。それでは皆様、次の駅へ参りましょう。松陰神社までやってまいりました。あ、松陰まんじゅうっていうおまんじゅうがありますよ、ここに。ちょっと寄ってみましょう、はい、こんにちは。あの、松陰まんじゅう、まんじゅうって書いてあったんですけど、はい、どこに。松陰まんじゅうってここなんですね。あら、はい、塩田さん知らなかったですか。私、全然知らなかった。本当にこれね、世田谷の一応ね、名物になってるんですよね。あらま、はい、あら、ちょっといいですか。どうぞ。あとでお金、今、はい、後じゃね、今お払いする、はい、はい、結構です。あら、素晴らしい印鑑が押してあります。松の、はい、これ、どういう印ですか。
でこれはね、一応ね、白あんだ。お水使わないで、蜂蜜と卵黄でこねるわけですよね。で、あんこが白のこしあんですよね。で、添加物とか防腐剤とか入れてないから、結局天然のあれですよね。社長がもう日本一って自慢してるおまんじゅうなんですよ、これは。最高最高ですか。こんなにうまいまんじゅう食べたことない。あ、そうですか。いや、意外と言ってました。これはが大好きだという塩沢さんのこの小さな旅も、数々の思い出を残してそろそろ終点三軒茶屋へとやってきたようです。さあ、いよいよ今日の小さな旅の終着駅三軒茶屋に着きました。もう本当に今日は久しぶりに楽しい旅をさせてもらいました。私いつもはこのしょっちゅうこれ乗ってるんですけども、今日はスナップを撮りながらですね、このちんちん電車をこの外側からも撮りながら、また各駅降りながら歩きながら風景を見ながら、また素敵なお店を見ながら、変わったお家をお邪魔しながら眺めてまいりました。今日の旅のスナップの思い出をですね、こんな可愛らしいアルバムにまとめてみました。これは私の宝物、もう一つ増えました。いかがでしょう。ほらね、皆様も旅の思い出にこうやってアルバムに収めたらいかがでしょうか。では